衛生さん、おはようございます。おはようございます。本日よろしくお願いしま す。今日はあれですよね、コジ君の練習ってことで。そうね、ピュアブレッジムで代表池田久夫さん、今日ちょっとあの撮影で来させていただきました。よろしくお願いします。そう、本当このジムはもう一回移動したんだけど、ずっと前から、1998年ぐらいから、ね、今ずっと代表にやってて、はい、あ、もうこちらの代表で守ってます。池田さんいなかったら多分ピュアブレッジムがもうなくなった、はい、彼のジムで俺が協力してる。衛生さんが嬉しいんでしょ。ピュアブレッジ俺作ったから、はい、続けてほしいんでしょ。彼の陰でスッと続いてる。どうぞよろしくお願いします。はい、おっす。あの日本の中に一番広いジムで、ね、結構広いですよね、はい、こんなに広くて。池田あの先生と衛生さんに教えてもらいたい人はこちらに来てください。ぜひ。何回もやって分かることってあるっすね。遠征さん、また来ちゃいました、はい、よろしくお願いします。今日はゲスト、アニマルコージ君、弟子の方ですよね。弟子だし、弟だし、息子だしみたいな感じで、よろしくお願いします。今日ちょっとせっかくコージ君がいらっしゃるんで、ちょっとコージ君にもちょっといろいろインタビューしていこうかなと思うんですけど、前回、はい、メカ君にね、一緒に出ていただいて、ちょっとメカ君のお話だったりとか、いろいろ聞かせてもらったんですけど、遠征さんがこう逮捕されたって言った時、ちょっとどんな心境だったのかなっていう。いや別に僕も遠征さんのことは自分の人生の兄貴であって、また親父だと思ってるんで、自分のだから別に捕まったぐらい何も別に思わなかったけど、ただ最初はドッキリ仕掛けられてると思ってまた最初遠征さんが飛行機でこっち帰ってくる時に、遠征さんも捕まるの分かってたから連絡くれたんですよね、 LINE で。しばらく会えなくなるから迷惑かけるかもしれないから離れる方離れてみたいな。みたいな。俺セラさんにすぐ電話して、だって前の日の夜まで一緒にセラさんと練習してたから、と思って、そしたらなんかセラさん電話出ないし、あでもこれちょっと状態的に本当だなと思って、いやでも別にセラさんが仮にね10年行こうと何したかも分かんなかったけど、まあ、とりあえず待ってるし、これしたから、じゃあ僕のじゃあそんだけ自分が心に誓った人なのに、あじゃあもう今日から関われないとか思うわけないし、本当にシンプルに最初セラさんと出会ったのは、スダリオ剛とスパーリング僕がすることになって結構回数ずっとやってたんですよ。最初はスダリオ剛のセコンド、要は僕の相手のセコンドじゃないですか。ここでお会いするっていう感じだったんですけど、そこからどんどんいろいろ教えていただけるようになって、あとやっぱり話してて、僕みたいなガキが言うのもなんですけど、遠征さんかっこいいと思って、男だって、俺も男になりたいと思って格闘技やってるから、だから別に会う機会が少なくても、僕はなんか遠征さんのこと本当に自分のコーチだと思ってるし、日本人がみんなああもうダメってもし言っても、俺は遠征さんの味方だし、もう捕まった時は
めっちゃいろいろ考えたんですよね。殴っちゃったかなとか。本当にでもこういうメディアだったりとか、はい、まあこれ一般人だったんですよ、うん、その知らない人からしたらやっぱりこういう YouTube に出るのも世間からの目は感じるもの違ったりするじゃないですか、うん、だからもしかしたらですよ、うん、俺はこうすってここは今の期間はおとなしくしていれば、うん、でちょっと半年後ぐらいにいきなり遠征さんアップとかしだしたら何もないんだろうけど、俺はそもそも遠征さんから直接なんか僕はされて迷惑が来てるわけじゃないじゃないですか。関係ないじゃないですか。しかも俺何で捕まったか最初分かんなかったけど、でも俺は遠征さんにお世話になってて、ね、飯食わしてもらって困った時助けてもらったから、そういう気持ちは俺は絶対忘れないし、その時に思ったのは自分が去年 K-1 辞めた時に怪我して目手術して、ああもう何もなくなってどうしようって、僕 K-1 辞めるけどこれからもスポンサーさんたち周りの人たちに応援してくれた人、離れる人は離れてくださいみたいな。そしたらね、意外と離れたんですよ。ってそう、俺は K-1 ファイターアニマルコーチじゃなくて格闘家アニマルコーチとしてスポンサーも募ってたつもりだった。スポンサーっていうのもまた一つ家族みたいなもんで特別な気持ちで付き合ってたつもりだったけど、そこで一回寂しい気持ちあったから、心繋がると思ってるからそう、それであれ K-1 じゃなくなって離れる人が心の応援じゃないんだ。うん、まあ、寂しいは寂しいよね。そう、しかも遠征さんブレイキングダウンで名前がブワーンってなったり絶頂の時にうわーって、その時なんか俺逆に遠征さん忙しくて全然会う時間なかったから、ね、いいっすねーっつってバン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 海外行ってね、術の仕事 T シャツの仕事も忙しくなって、海外からもメディアから仕事もらって、あーめっちゃいいって、で俺も俺で頑張りますって、遠征さんにやっぱ10月とか K-1 やめて来週負けた時に遠征さんとセラさんが俺負けた後、今日マジやばかったんですよ本当に。あのイゴール負けた後ファミリーはいいことあっても勝っても負けても遠くに沈む時大事ですよ。間違いない。沈む時に違うとこ行っちゃうね。そうっすね。それめっちゃ寂しい。それそうっすね。師匠とは遠征とはもうシンプルに男ですよね。マジ男。いつもその練習もしっかりそうだけど、やっぱり話しててこの人の考え方が男だなってめっちゃ思うから、自分もまだミニマルだけど日々勉強させてもらってます。ずっとその背中を追ってるわけですね。そうですね。日本で公開級少ないっていうのもあるけど、ちっちゃいけどヘビー級でやりたいなって思ってたのもやっぱり遠征さん、自分の師匠がヘビーでやってて、遠征さんだってでかくないじゃないですか。それでもスッカーチャンピオンになったし、そういったところで僕も小さな巨人としてヘビー級でやりたいなって思ったのもあるっすよね。今の目標は本当に世界チャンピオンになることですね。ただ途中それが自分の目標なんですけど、その前に中目標っていうか、この1年以内に国内のベルト取るとか、次の11月4日のセイントに勝つとか、いろいろ階段はありますけど、一応世界チャンピオンになることですね。練習環境もだいぶこう自分の中で変えてきて、国内のヘビー級の選手を意識して下げてやってたところもあったけど、全然ウェルカムって気にしないし、僕が目指してるのは日本人とやることじゃないんで。話を聞きしたりとか見てて思うことがあって、うん、格闘技って気持ちだなっていうのをすごく感じてて、気持ちがあるやつって強いっていうか、どんな試合でも心折れたらもうみんな負けるじゃないですか。でも試合以外の気持ちが大事、試合より練習の方が大変です。確かに。でこういう付き合いあるとやっぱり格闘技激しいものだから大変なスタミナ切れる状態、あとボコボコされて死にそうな状態、そういうところに信用されて自分がアドバイスあげて立ち上がるようにすると、人生のすっごい大変なところにお互いに協力するから。だから僕が思うのは、心から鍛えられてるなって思うんですよ。男としてもスポーツとしてラッキーのはそれ、ね、スポーツだけじゃなくて男として強くなる心もあるから、心が人生に座れば最高の父さん、最高のダンサーになる。メンタルといい、その人としての心だったりとか、いろんな心ってあると思うんですけど、いろいろ学んでらっしゃるんだなっていう。いやいや、もう本当、格闘技もしっかり、やっぱ遠征さんみたいに周りで自分のことを身近でサポートしてくれる方が日々いろいろ教えてくれるから、でも格闘技やってなかったらそういう人たちと出会えてないんで。格闘技の陰で、アナモさんであった。格闘技の陰で、最高の奥さんできた。格闘技に出会いとかそういうやっぱり死ぬほどリング上がって命かけてやるのは凡事する方がやっぱ心支えが欲しい。 K-1 に辞めていなくなる選手が寂しい。体張って命かけてあなたのマーク張ってたら、まあでもまたこれ見て戻ってこられたら嬉しいですね。別にポーズじゃなくても
例えば連絡普通に取れなくなるとか、何も話しなくていきなり離れるのとかっていうのは俺嫌だなって。だからそういう離れてきた人は悪くはないんですよ。そうそうそう、それ自然の動きですよ。怖くなるよみんな。そうですね、教えてくれたら嬉しいですよね。キックボクサーだったのに、そういうのはね、サッカー選手がラグビー行くようなもんだろうって言われてもそうですねって、すいませんってサッカー好きでしたねとか一言言え、分かるじゃないですか。それは寂しい気もしないけど、何もないとか本当の理由言わないとか、本当のこと言ってほしい。俺は本気で付き合ってたから。撮影させてもらってるのも、うん、普通だったんですよ、はいはい、普通だったら犯罪を犯した方を撮影に行くとか、はいはいはい、なんかそういうのを言う人もいるじゃないですか。でもなんか俺それって違うと思ってて、どんな人にでもいいとこもあれば悪いとこもあるし、遠征さんが特にその忠誠心だったりとか、弟子に対しての思いだったり、いろんなその本質を伝えていきたいというか、この動画を通して、なんかみんな表面しか見てない、そのニュースでただその薬物やった人、悪い人じゃんみたいな、なんか SNS でめばーって書いてる人もいるけど、遠征さんの何を知ってて言ってんのかなってすごく思うよね。人って誰でも間違い一度だってあるじゃん。でもそれを自分で認めて正してるわけだから、その後どういうふうな行動をするのかとか、どんな人なのかっていうのを俺はちょっとこう伝えていきたいというか。まあファンはファンで、アンチはアンチだ。いろいろありがとうございます。遠征さんがこれからもう本当に弟子のためにっつって、どん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 力を出していくっておっしゃってたんで、頑張ります、はい、で俺もやっぱり立ち上がる理由がそれも大きいね、はい、もう弟子のため、ファンのため、ファンのためですね。いろんな心配かけた、心にずっとついてきた人たちのため、後悔しさせたくないね、はい、やっぱり遠征沈んだ時も心か応援かサポートしてくれた人、遠征が立ち上がってこうなった時にやっぱりサポートしてよかったって思ってほしい。じゃあ試合に向けて頑張ってください、はいはい、頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。